イプシランティ給水塔とギリシャの英雄イプシランティの像、イプシランティは、アメリカ合衆国ミシガン州南東部に位置する都市で、ある。2000年現在の国勢調査で、この都市の総人口は22,362人で、ある。イプシランティ像1809年に、フランス系カナダ人のガブリエル・ゴットフロイにより、現地人との交易所が設立された。 1823年には、ヒューロンガー東部に定住が開始された。1825年に、川の西側に集落が形成されたが、時を同じくして、ギリシャでは独立戦争が行われており、その戦争の英雄であるイプシランティの名をとって、集落はイプシランティと命名された。1832年には、イプシランティ村となり、1858年には、 イプシランティシとなった。イプシランティの場所アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積11.7平方キロメートルである。このうち11.4平方キロメートルが陸地で0.3平方キロメートルが水地域である。総面積の2.45%が水地域となっている。ヒューロン川はイプシランティ市及びイプシランティチャーターグ区内を 流れている。イプシランティ市は I-94 乗を車で20分、デトロイトの西およそ16マイルにある。イプシランティは、五大湖によって影響される典型的な中西部の温暖な季節気候を持つ。四季があり、夏は暖かく多湿で、冬は適度な降雪があり寒冷である。晩秋、初冬の時期は、五大湖の影響により曇りの多い天候になる。 月間平均気温が最高になるのは7月の歌詞85度で、最低になるのは1月の下市18度である。月間平均降水量は2から4インチ程度で夏場に多くなる降雪は、通常11月から4月の間見られ、月間降雪量は1から10インチである。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口22,362人、8,551世帯。 および3377家族が暮らしている。人口密度は1962.3平方キロメートルである。808.6平方キロメートルの平均的な密度に9215件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人61.40%、アフリカン・アメリカン0.44%、 ネイティブアメリカン3.18%、アジア0.07%、太平洋諸島系1.32%、その他の人種3.01%、および本欠3.05%である。ここの人口の2.47%はヒスパニック、またはラテン系である。この都市内の住民は15.9%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が38.2%、25歳以上44歳以下が26.4%、45歳以上64歳以下が12.4%、および65歳以上が7.0%に、渡っている。中央値年齢は24歳である。女性100人ごとに対して男性は89.8人で、ある。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は86.2人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は 28,610US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 4793US ドルである。男性は 3328US ドルに対して、女性は 26,745US ドルの平均的な収入がある。 この都市の一人当たりの収入は 16,692US ドルである。人口の25.8%及び家族の16.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の30.1%及び65歳以上の15.3%は貧困線以下の生活を送っている。スタークウェザー礼拝堂。 イプシランティ市は1979年から開催されているディーポタウンと呼ばれるサマーフェスティバルで有名である。全世界にチェーン展開している宅配ピザチェーンであるドミノピザ社はイースタンミシガン大学の学生にピザを配達するため1960年イプシランティ市に創業された。イプシランティはミシガン州の市では最大の歴史的外区を有している。 その中でも有名なものは、オールドディーポタウンである。その他の名所としては、下記がある。イプシランティ地区には3つの公立学区がある。イプシランティ公立学区、リンカーン統合学区、そして、ウィロー、ラン学区である。ウィローランとは、第二次世界大戦中に B-24 リベレーター爆撃機の生産を行った有名なフォードモーター車ウィローラン工場の名前を取ったものである。 大学の町でもあるイプシランティは、イースタンミシガン大学の本拠地である。高速道路、イプシランティ市には I-94 が東西に、通っている。I-94 を東に約40分で、デトロイト中心部、西に約4時間で、シカゴに行くことができる。空港イプシランティ市に隣接する、ウィロー、ラン空港を使い、約20分。ありがとうございます。